今回僕らは魑魅魍魎っていうこの四字熟語をテーマに制作して、やっぱり日本って、そのテーマがあった時に、はい、やっぱ一番最初に僕らが思い浮かべたものっていうのがたまたまこれだったっていうのがあって、魑魅魍魎っていうその怪物を映像の中で表現できたらなと思って制作しました、